皆様こんにちは、グランピーペインターの竹之下です。今日はついに仕上がったのでそういうのを紹介させていただきます。何から喋ればいいかわからないぐらいいろいろ盛り込んでるんですけど、一つずつ行ってきます。まずここですね、人気のチタン風シルバー。どうでしょう、チタンに見えるでしょうか。これすごく人気でもういっぱい乗ってます。で、まあ、こことの境目も結構注目ポイントなんですけども、こう真横から見るとまっすぐつながるようになってますまあこれはあの建築用のレーザー墨出し器っていうのがあるんですけど、あれで光を当ててで線を出してそこに合わせマスキングするっていうのを作ってるんで、真横から見てもスッと線が入るように見えます。まあ、もう3台ぐらい並べて儀式みたいな感じにしてやっていくんですけど、なかなか準備が手間で結構大変なペイントです。これがポイントですね。でもう一つのポイントがやっぱこのキャンディーのグラデーションですね。なかなかこれ大変ですキャンディーの都合上これがベースのカラーなんですけど、これの上にこの色の薄いのを何層にもかけてやっていくのがキャンディーなんですが、ムラが出やすいんですよねこの辺わっていっぱいかきすぎたりしたらもうやり直しで下地のこの色から塗り直しみたいになります。それをまあうまい感じにやったらこういう幅の広いグラデーションが出せるようになります。なかなか精神的に来るペイントで、まあ、もういつも心臓バクバクでやってます。今回うまくいきましたねで、まあ、結構通常のペイントの方法じゃ必ずムラが出てしまうんで、こう通常の3倍ぐらいシンナー入れてシャバシャバな状態で薄く何回も何回もかけていくのが失敗しないコツです。まあ、皆様のキャンディーを塗る機会があればそのやり方を覚えておいていただければ、失敗せずにできると思います。ただ深追いしすぎると垂れたりこう濃くなってしまったりとかそういうのがあるんで、本当もう塗ってちょっと休む時間とかそういうのも作ってもらえれば綺麗に仕上がります。で次のポイントはこのロゴですね。ちょっと下側でちょっと分かりづらいと思うんですけども、これがなんかなかなかアーティスティックでかっこいいかなと思ってます。実はグランピーって書いてあるんです。ただもう下から見ないとわからないんで、横から見たらもう何が書いてあるか全然わかんなくて、なんか現代アート的な雰囲気を持ってますね。この配置僕好きっすでこれもあのグラデーションになってるんで徐々にこうロゴが浮き出してくるように、そんな仕上がりになってます。これ結構あのこのペイント応用が効くと思うんで、まあ、あの普通の今乗ってる自転車のロゴをまあ調整して大きくして下にペッて貼るのもいいですし、水玉なんかも入れてもまあ可愛くていいと思います。結構このグラデーション、キャンディーのグラデーション応用が効くと思うんで、ちょっと研究していきます。なんかまた面白いのできたら紹介します。でまあ、このペイントを見てなんかピーンと来た人がいたら、多分その人は相当自転車オタクだと思いますパクリです。あそこですね、アメリカのハンドメイドチタンバイクの、モザイクサイクルっていうところがあるんですけど、あそこなんかフレーム以外にもペイントもすごいこだわってて、すごい綺麗なのがいっぱいあるんで、それをオマージュというかほとんどパクってやってます、まあ、ぜひあのコロナで皆さん自粛したりして家にいると思うんで、その機会にあのインスタグラムでよう出てるんで見ていただければいいかなと思います。まあ僕あのグランピーのペイントのアカウントもあるんで、まあ、そこのも見るのもいいですし、そこに結構あの自転車関係のペイントのとかバイク関係のペイントとかそういうのいろいろフォローしてるんで、そこからちょっといろいろ見てあのペイントの妄想を膨らませていただくのもなかなかいい時間つぶしになると思うんで、ぜひそれをやっていただければいいかなと思います。
まあ、あのかっこいいデザインの自転車作るコツって言ったらやっぱりパクリって言ったらあれですけど、まあ、いいものをいっぱい見てそれを蓄積してそれを応用してやっていくことによっていいのができると思うんで、まあ、皆さんもそんな感じで考えていただければいいと思います。で、肝心なこれの値段ですが、新規購入の方で、この仕様で37,000円で、持ち込みフレームを持ち込んできたっていただいた方は、1万円プラスで47,000円ぐらいになってます。なかなか映える仕様になってるんで、すごいいいのができると思います。他にも色ももうちょっと増やせると思うんで、何かありましたら連絡していただければ対応します。今日はこんな感じですね。で、まあぜひ落ち着いたら持ってきてください郵送とかでも、受け取れるのもそういう対応もできますんで、ぜひよろしくお願いします。では今日はこれぐらいでありがとうございました。